イツキ様。デン、これは俺が発掘した宝石です。イツキ様にはどうしても差し上げたくて。もう一人にはしません。ずっとおそばにいて生涯を共にします。おい、起きろよ。はい、サンドイッチベーコンレタスサンドいかがですか。お前たち、イツキ様の心を潤して差し上げるんだぞ。俺の名前は進藤蓮、橘家に代々仕えている庭師だ。おはよう、デン。ん？イツキ様、おはようございます。今日の庭は一段と華やかだね。ありがとうございます。ちょうど今朝から咲き始めたのです。こちらは橘五木様、橘家の二番目のご霊族、そして俺が心に決めた方だ。後で温室にいらっしゃいませんか。バラが見頃で。ごめんね、そういう用事では部屋から出られないんだ。申し訳ございません。使用人の分際で。レンのせいじゃないよ。これもお兄様の命令だからね。小さい頃はこの庭で一緒に遊んでいたのに、腹違いとはいえ実の弟になんて仕打ちを。側室の子である五木様は橘家にとって不都合だからなのかもしれない。物心ついた時から五木様はお屋敷の中に幽閉されるようになっている。そんな顔しないで、レン。ここからレンが育てた花を見ているだけでも癒されるよ。ありがとうございます。それでは後でお部屋に花をお届けします。レンは本当に僕のことを分かってくれてるね。ごめん、そろそろ閉めないと。見つかったら君まで叱られてしまうからね。ごめんね、レン。もうお庭に出てレンと遊んじゃダメだってお父様が。イツキ様のせいじゃないです。俺が身分もわきまえずにイツキ様と一緒に。違うよ、レン。僕はずっと楽しかった。レンのこと大好きで、本当に。イツキ様、僕はもうレンとも遊べないし、このお屋敷からも出られないんだ。イツキ様、いつか俺がイツキ様を自由にして差し上げます。だから泣かないで。本当？はい、大人になったら必ず。待ってるよ、ね。今の俺にはこれが精一杯。早く大金を手に入れて約束を叶えないと。二人で生きていくには大金が必要だった。俺は町で見つけた甲府の仕事に応募し、庭師との兼業を始めた。デン、君まで僕を置いて行ってしまうの？今日もいない。僕を必要としてくれているのはレンだけなのに。イツキ様、いつか俺がイツキ様を自由にして差し上げます。だから泣かないで。ん？レン。すみません、どうしても会いたくなってしまって起こしてしまいましたが。ううん、僕もレンに会いたいって思ってたから。そうおっしゃっていただけて嬉しいです。ねえレン、二人きりなんだし、また
昔のように。そういうわけには参りません。私はこのお屋敷に仕える庭師のみ。僕はその屋敷の霊息。でもそんなの名ばかりだ。こんな生活全然欲しくない。僕は蓮みたいに。ごめん、そんな話をしに来たんじゃないし、聞きたくもないよね。いえ、五木様がそうされたいならぜひ話してください。ありがとう。蓮は優しいね。どうしてそんなに優しいの？それは五木様が好きだからです。そう伝えて抱きしめられたなら。いえ、こんなの優しいうちに入りませんよ。数日後。聞いた？庭師の息子さんのこと。最近見ないと思ったら。ええ、甲府の仕事を見つけてそっちに行ったらしいわ。レンが甲府の仕事？どうして？その夜。五木様！久しぶりだね。最近ずっといないみたいだけど、どうしたの？実は別の仕事と兼業することになりまして。蓮は自由でいいね。僕はどこにも行けないのに。そんなことは。その気になれば五木様を。慰めはいらないよ。蓮もいつかはこの屋敷から離れて外へ行くんだよね。私はそんな。知ってるよ。甲府の仕事に専念するんでしょ。だからもう隠さなくてもいいよ。いえ、私はただ約束を。僕のことなんて放って好きに生きればいいんだよ。君は自由なんだから。わかりました。そうさせていただきます。これでいいんだ。僕のわがままで蓮をこの屋敷に縛りつけるよりずっと。半年後。ん？蓮、どうして？五木様、大変お待たせしました。お迎えに上がりました。迎えに？僕を？はい。どうか私と一緒に来てくれませんか？一緒に？僕をここから連れ出してくれるってこと？その通りです。五木様は覚えていますか？あの日の約束を。五木様、いつか俺が五木様を自由にして差し上げます。だから泣かないで。さあ五木様。蓮。やっと抱きしめることができました。ずっとこうしたかった。蓮。五木様。蓮、これは俺が発掘した宝石です。五木様にはどうしても差し上げたくて。綺麗だ。五木様、ずっとお慕い申し上げておりました。これからは自由です。二人で幸せになりましょう。それだけの準備を進めてきました。ありがとう蓮。僕もずっとずっと好きだったよ。愛してる。もう一人にはしません。ずっとおそばにいて
生涯を共にします。僕ももう蓮を離さないよ。いつき好きだ。僕も大好きだよ、レン。なあ。し、図書館では静かにね。うん。あ、その本いいよね。貴族と庭師の禁断の恋が切なくて。ああ、だな。そのせいか、あんなリアルな夢。この本最後まで読んだ？ああ、一通りは。僕、ラストのシーンが好きなんだよね。あの指輪のシーンか。ねえ、レン、僕たちもそろそろペアリング欲しくない？そうだな。今度見に行くか。うん。なあ、いつき。なあに、レン。あ、その、俺たちはこの時代で、よかったな。そうだね。でも、僕は時代も身分も関係なく、いつだって、レンを選ぶ自信があるけどね。